アムロ風実況ガンダムオンライン実況者のエテポンゲです。よろしくお願いします。はい、今回は連邦軍やります。はい、やっぱね、僕はあの連邦戦なんで決してジオンをやるんですけども、はい、魂まではジオンに売ったわけではありませんので、あしからず。はい、で今回なんですが、この百式唯一ナイチンゲールと、ナイチンゲールにやりと渡り合えるこの機体百式、まあなぜかと言いますと、まあそのナイチンゲールという機体は点灯こそしないもののひるみは取れるんですよ。はい、ひるみを取れるということは、この百式の、この拡散バズーカーですね、拡散式クレイバズーカー、これをね、当てることによってね、まあ、確実にひるませることができると。唯一の、まあ、僕もねジオンでナイチンゲール、ナイチンゲール脳裏の一人としてね、やらしてもらってるんですけど、やっぱ百式が唯一天敵だなっていう風な感じはありましたね。はい、なので今回はこの百式を使ってナイチンゲール、もう戦場にいるナイチンゲール全員ひるましていこうと思います。はい、であとはね、ちょっとガンダムをね、やっぱ僕アムロ行きます。はい、本日のフィールドは後輩都市です。本日のフィールドは後輩都市ですね、うん、はい、ここのマップはですね、あれですね、最高ガンダムのやつですね。はい、また今週からちょっとマップが変更になりましたんで、各自マップ把握の方をしっかりするように。本当ね、マップ把握っていうのがこのゲームとても重要になってきます。本当それはね、ここ最近ものすごく感じますね。それはやはりそのどの場面でどこにいるか、そこを理解しているのと していないのでは、はい、全然変わってきますんで、まあ僕がね、一つずつね説明していくので、初心者どもはちゃんと聞いておくように。あ、もうエテポンゲディハプティズム行きます。はい、今回はしかしながら指揮官さんが、いますので、最初の指示は AX 突だそうです。まあこれは定石ですね、初手 AX っていうのは。しかしながら相手も同じような考え方をしているはずなので、確実にここでぶつかります。ここでぶつかります。一人で前に出たら、蜂の巣ですね。百式をナイチンゲールはね、やっぱ耐久値が高い分ね、前に出てきよるんですわ。こうやって前に出てくるから、スイッチ。ああ、リロードしてない。早く急げ。よし、ほんと G式過剰ってやつですわ。ナイチンゲールの欠点と言ったら G 式過剰なとこですわ。そこだけですね、あれに乗ってしまうとね、どんな雑魚プレイヤーでもね、強くなった気になってしまうんでね、そこを逆手に取る。いや、百式強っ。クロスボーンはいけない。ああ、クロスボーン。
スボーンはいけない。はい、まあ大丈夫ですね。とりあえず まだ北の戦いをしっかり北を制しましょう。一人抜けてるよ。次。ありがとうございます。上。一人、あ、上か。上なら大丈夫だ。で、ここは本当にね、本当左右もしっかり確認しないと、どこから撃ってくるか分かりませんので。あ、ナイチンゲールが多い。ファンネル行け、フィンファンネル。これは初めで、OK、ナイス。修理は任せておきなさいって。よし。わあ、すごいな、やっぱ多いな、一番。あ、違う、ちょっと待って、なんです、チーム起動してんの。ありがとう。よし、いい感じだ。ニューガンダム伊達じゃない。上か、上からはいやらしいな。あいつちょっといやらしいな。あいつのせいで我々連邦、いやー、助けてくれ。誰か、どういうつもりか知らんが、勝つ気はなさそうだな。出撃する機体を選んでください。出撃する地点を選んでください。そう、どうしよう。うん、けどこれは北の枚数が少なすぎないか。このままじゃ通ってしまうぞ。突が北の枚数が少なすぎる。北の枚数が少なすぎる。正面は大丈夫。こっちから絶対来るだろう。こっちから来るだろう。これ目に頼るしかないのか。誰か修理を。この感覚は通せない。核来てる。入った、はい、入ってないよな。ナイス、ナイスストップだ。ナイスストップだ。まあ今のはね、僕がここでいち早く戦略兵器を見つけたという、そこを評価してもらいたいね。今のはもうチャットでテポンゲさん GJ って流れてもおかしくないです。お前さっきのやつだろ。来いよ。逃がすな。あ、逃げちゃった。ちょっと待って、覚えてきた。心配ない。ありがとう。あいつどこ行って、どこまで引いたんだ。いや、いるはずだ、絶対いるだろ。待ちたまえよ。支援機が前に出すぎなんじゃ。後ろはいただきました。よしよし、北は OK だ。一旦拠点のダッシュに成功しました。いや、来るか、これ来るな。来てるな、上から来てるな、これ。しかしね、北でね、ずっとしてこうやって、北
下でこうしているとね、そのサイコガンダム取られちゃうんで。あいグフグフグ、あいグフグ、よし、いい、押しすぎも良くない、あの通らないから、うん、押しすぎも良くない。ここは一回バトルフィールド4バトルの方に行きましょう。はい、ちょっと今完全にジオン完全に真っ赤っかになっていますので、行くぞ、よし、こっちか、よし、押し返せ、ここをやるわけにはいかない。ここをね、上げちゃうとね、もうあのなんか B 殴られてないか、B 拠点がね、もう丸裸にされてしまうので。あ、多いな、無理だな、多い、後ろ、出てこなければ倒さなくて済んだのに。ありがとう。ありがとう。こっちか。いや、いけるぞ、これ。これ、一旦先こっち取ってもいいかもな。弾がない。あ、消えた。弾をくれないか。これぐらいの傷すぐ修復できる。ありがとうございます。敵補給艦を破壊した。いや、伊達じゃないぜ。やっぱ百式よりニューガンダムなんじゃないか、これ。百式もいいけど、やっぱりニューガンダムだな、これは。やはりニューガンダムは強い。私にも手伝わせてください。光ってるだけ、今の。ちょこいつ、あ、多いな。あー、また押し返されちゃったね。まあ、簡単に上げるわけにはいかないからな。簡単にここのサイコガンダムは渡すわけにはいかない。うわ、めっちゃ攻めてきてる。近いぞ。ナイス。近い。うわ、すごい数だ。ナイチンゲール逃がしたか。よし、ちゃんと下蹴り、よし、オッケー。あー、ニューガンダム。あった、違った。なすすれなす、戦意喪失と。一回ダメだ。一回ここにいちゃいけない。弾をありたけ。ぶち込んでやる。よし、一回補給艦でしっかり回復しよう。強いぜ。いや、ゲージはね、勝ってるんでね、ゲージはしっかり勝ってますんで。大丈夫。おー来た、通ってる。ナイスだ。通るの、それ。うわ、参加したかった、それ。俺も言ってくれよ、行くなら行くって。仲間外れじゃないか。しかし、こう、エテポンゲがここでね、敵を引きつけてるっていうことがね、北突につながるんですわ。はい、僕そういう役割になってるんですわ。しかし、ちょっともう50秒しかないから。やめてくれ。大丈夫。オッケー。やられるな。簡単にキル上げちゃいけないからね。簡単にキルは渡すな。
しがみつけ、生に生にしがみつけ。ちょっと行けないんだけど、ここ道が。機体はまだ修復可能だ。あれ、これはいい感じですね。はい、まあ、最悪ここ取られたとしても A の、ちょっと待って、A、あー18秒、耐えて13、やばい、これあ、これ殴られるかもしれない。17、早く急いで、私の思いの方が強かったの。間に合った。あーやばい、これはやばい。これは大丈夫か。大丈夫だな。オッケーオッケー、いけるいける。とりあえず1踏み返しとこう。事故死。ニューガンダムは伊達じゃない。あー、クロスボーンは危ないよ。危険。あ、やばい、切られる。助けてくれ。ナイスだ。あー、これはちょっと変えるか、無理だ、すまん。あー、ダメだ、弾がない。ちょ、クシャトリアがいるから気をつけてね。機体はまだ戦うと言っています。ナイス。拠点はいただいたよ。このね、連射式フィンファンネルのちょっと悪いところがあって、これ弾がね、こう全部打ち切らないでこう残しちゃった時に、次の発射までなんかすごく時間がかかる時がある。なんか弾詰まりみたいな感じで、玉詰まり的な何かが、なんか、あ、取ったの、ナイスすぎる、勝った。これ突行こうか。敵艦を破壊しました。タイマンと行こうじゃないか。ダメだ、数が多すぎる、数が。俺はバカじゃない、そこまでバカじゃないぞ。僕は協力を要請します。私を雑魚扱いしないでね。まだ。切られる。ダメだ、動かない。はい、今のは僕が悪い。今のはもう完全に僕が悪いですわ。今の、はい、言うまでも。これはちょっと行くか。どっから、どっ、行くしかない。まあ、けど逆にこうやってこんだけ押してるっていうことは、その北も通りやすいということにつながります。ちょっと砂がよ。砂が、いやちょっと、あー、ダメだな、ダメだ。拠点を占領しました。わ、すごい数来てるわ。ちょっと変える。戦略兵器を運搬するのだ。全部まとめて完全に完膚なきまで破壊する。ちょっと、あとは頼みました。一時退避します。まだいるよ。
逃がすな。うわ、後ろ。オッケー、引いた引いた引いた。おお、なんか、おお、なんかすごいな。30キルしましたね。これキルランキング1位でしょ、これ完全に。キルランキング、連邦キルランキング1位。500、今回はなかなか、なんだろう、単純に味方が強かっただけなのかもしれませんね。個人の評価を報告します、はい、しっかり来たも押せて、で真ん中のそのサイコガンダムもしっかり押さえて、でその間に来たも突ネズミ部隊も出動し、はい、なかなかのゲームでしたね今のは。はい、はい、まあしかしながらね、ちょっと今回はちょっと百式をね、あのメインに使いたかったのですが、ちょっとねまだ、まあ僕金図のね百式をね昔持っていたことがありまして、はい、この F の連邦で昔持っていたことがありまして、まあどうしてもねこの銀図の百式っていうのにね愛着が湧きません。はい、どうしても金図のフルチケのね、あの百式がありましたんでね。まあもうないんですけど、それは、ないっていうのもなんかちょっとよくわかりませんけど、ないんですそれは。なので、まあちょっと百式、まあとりあえずもうちょっと百式はね、あの使ってみようと思う。しかしながらニューガンダムは強い。やっぱりニューガンダムは強い。信頼できる。強い。伊達じゃない。ニューガンダムは伊達じゃない。ほんとね、この武装ね、あの、まあ、よくビームライフルがないんじゃないかっていう風にね、言われがちですけども、ほんとこの武装、試してみてください、一回。悩んで、ガンダムオンラインでね、全然、戦い方がわからないよ。すぐにやられちゃうんだよっていう人はね、ぜひともこのニューガンダムを試してみてください。この武装めちゃめちゃ強いんで、これ本当にめちゃめちゃ強いんで、はい、てなわけで今回は100式の拡散式、100式の拡散式のバズーカでナイチンゲールが点灯したあの日でした。はい、ご視聴ありがとうございました。